待って、一番。ん？頑丈の次は病か。ここのアジトはバレたと考えるべきだな。春日さん、後ろからも。お初にお目にかかります。手前、小国と発しまするはジャパンの東京、カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のため。ハワイエンジョイしてんな。けどまあ、そんなことはどうでもいい。俺の目的はそっちの男だ。お会いできて光栄だ、桐生一馬さん。桐生？誰のことだ？嘘が下手なのも噂通りだ。ありがとうよ、今ので確信できた。あんたは本物の桐生一馬だ。嘘が下手ってのは俺も同意です。これでも上達した方なんだね。あんたが早々死ぬわけがねえとは思っていたが、こんなとこでお会いするとは思わなかった。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。令和の時代に戦国武将みたいなことを言いやがる。それ誰にだって死は訪れる。ああ、あんたにはそれが今から訪れる。楽しませてくれよ、桐生一馬。さすがは伝説の極道だと言いたかったんだがな。やり合って逆に確信が揺らいじまった。お前本当に桐生一馬か？これがあの堂島の竜？あまりに張り合いがねえ。それとも噂が膨らみすぎた口か？誤解が解けたようで何よりだ。嘘が下手なのは確かなんだがな。病さんよ、もう富澤には手出すな。こいつは俺らの仲間だ。もうそっちには戻らねえよ。ああ誰だそいつ。な、興味のねえことはすぐ忘れるたちでな。俺が今興味あんのは桐生一馬、あんただけだ。偽物かもしれねえけどな。とはいえ今日はもう飽きた。また今度やろうや。そん時は本調子でいてくれ。じゃあお大事に。見逃してくれたってこと？みたいだな。病の野郎は桐生さんしか眼中にないか。ねえ、私たちこのまま桐生さんの部屋に行っても大丈夫なの？いや、こりゃもう場所を変えた方がいいな。どこかホテル探す？いや、多分今頃バラクーダも頑丈も目光らせてる。狭いハワイだ。少なくともまともなホテルで安全は保証できない。でもじゃあどこに行けばいいの？大道ジッパのセーフハウスがある。いざって時のとっておきらしい。いいんですか？そんなとこに俺らが行って。いいさ、あいつらは何でも
極秘だなんだともったいぶるからな。本当にとっておきの場所なら俺には教えねえさ。行こう。すんません、キリュウさんにおんぶに抱っこになっちまって。いずれ返してもらうさ。さあ行くぞ。セーフハウスってここなの？キリュウさん。ああ、中は案外広い。この人数で押しかけても大丈夫だ。この辺だけ開発されずに残っちまったようなアパートですかね。一派の人間が何人か詰めてる。別に感じのいい奴らじゃねえが、俺は一応信用してる。わかりました。そちらが春日一番さんですね。どうかな。銃を向けてくる相手には素直に話せねえな。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事できませんから。変に期待されたくないので言いますが、我々はここにいるメンバーで全員です。え、これだけなんすか？たったの4人？今回の任務にあたってはアメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが、日本からの出向は私と桐生さんの2人だけでして。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。当然の備えです。無断で第三者を任務に引き入れた挙句本名を堂々と晒すとは呆れますよ。こいつらは任務を全うするのに欠かせない奴らだ。現に茜さんの情報に一番近づいているのは俺たちなんだろ。非常に残念ですが、それは認めざるを得ません。春日一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。あ、私はさっき桐生さんと会ったばかりで、三田村英二です。どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ただし現時点であなた方が持っている茜さんの情報は全て教えてください。彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目標です。この場を使わせてもらうんだ。そちらさんの言うことは聞かねえとな。春日さん、動画楽しく拝見しましたよ。ありがとよ。ただ押村区はハワイ中の敵にあなたの顔が売れてしまったことですね。目的の茜さんにはこれっぽっちも近づけず、あなたを追う敵だけをいたずらに増やす結果となってしまった。おっと、手厳しいな。春日、そろそろ種を明かしてもいいんじゃねえか。ん？種？どういうことですか？お前、動画を撮るかどうか考えたときにバラクーダ以外のマフィアの存在を確認していただろう。あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。それに頑丈や病がちょっかいかけてくるのも見越してた様子だったからな。え、そうだったっけか。へへ、さすが桐生さん、やっぱかなわねえな。
あの動画にはもちろん茜さんから俺たちを見つけてもらう目的もある。それができればもちろんベストだ。でもそれとは別にもう一つ目的があったんだ。ん？あの動画を見て俺たちを狙い始めるやつをあぶり出すことだ。どういうことだよ。春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親を探している。この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な情報を持ってると思わねえか。あ、確かに一番の探してる生き別れの母親っていうのが今ハワイのマフィアが躍起になって探してる茜さんと同一人物だって分かってるってことだよね。なあ、さらに俺っつー、まあ息子がいるってこともきっと知ってる。その二つが揃わねえと俺をつけ狙う理由がねえ。結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しが効いたせいかちょっかいをかけてこなかった。病もあの動画を見てやってきたが、奴の興味は完全に桐生さん一択だった。茜さんのことなんて一切話題に出なかった。確かにな、あれが芝居とは思えねえ。そして唯一茜さんを探す手がかりとして俺にアプローチしてきたのが頑丈の連中だ。間違いねえ、あいつらは茜さんについて俺らも知らない情報を握ってる。うん、あ、そうだよ、ずっと引っかかってんだけどよ、頑丈の奴ら一番が茜さんの息子だって知ってたよな。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。確かに言ってたかも。ねえ花輪さんよ、確かに当初の狙い通りあの動画が茜さんに届けば一番良かった。でも次の一手の手がかりがつかめたのは結構いい収穫なんじゃねえか。なるほど、結果としてあなたの狙いがハマったことは認めましょう。ですがこれ以上の勝手な行動はぜひ慎んでいただきたい。次から気をつけるよ。いやースカッとしたぜ。なんだよ、そんな狙いがあるなら事前に言っとけよ水癖。外したら恥ずかしいからよ、こういうのは成功した時だけ言うんだよ。あ、ずるい。さてと、問題は頑丈の情報源だな。そうっすね、沢城の頭はずっと偉人町だし、俺はここにいるみんなにしか言ってねえ。もう一つ、茜さんかその周辺のルートから情報漏れしたとも考えられる。何にしても頑丈から聞き出せばはっきりするはずだ。連中の情報源が誰か知れば、それは俺らにとっても茜さんを探す手がかりになる。ってことは頑丈の奴らをとっ捕まえて聞き出せってことですね。ああ、ただし下っ端じゃなくてちゃんと情報を持っている幹部でなきゃ無意味だ。あの幹部っていうか頑丈とつながりがあるって言われてる人はいますよ。ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名人。ネハンギシ？ええ、そこのオーナーが頑丈のボスなんじゃないかってアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください、画像を探してみます。これですね、ウォントー。ウォントーは世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようです。そして彼がネハンギシを運営し始めた頃から頑丈も勢力を急拡大させました。ウォントーが頑丈の幹部級以上であることは確実でしょう。じゃあそのネハンギシってとこに乗り込むってわけか。
無謀ですね。今言った通り、涅槃岸は岩城にとってハワイの最重要拠点です。当然厳重な警備が敷かれていますし、ウォン島はドワイトよりもずっと切れ者で慎重派です。第五地区に乗り込むのとはわけが違うってことか。だがこうしている間にもハワイ中のギャングが茜さんを見つけようとしている。ハラワさんよ、なんか手はねえのか、ウォン島ってやつに近づく手段は。うまくいくかどうか定かではありませんが、考えられる道筋はあります。あるんじゃねえか、もったいぶらずに最初から言えよ。言わないでいたのはそれくらい実用性の低い話だったからです。ですが状況が状況です。一応提案しましょう。涅槃岸の中にはハワイを訪れた富裕層のための裏カジノがあるともっぱらの噂です。そしてウォン島はそこで接客をしている。客としてカジノに入れればウォン島と接触できるってことね。ゴールは分かったけど、どうやって？涅槃岸のカジノの他にも岩城はホノルルシティの各所にカジノを設けていると言われています。そこで金払いのいい乗客であることをアピールできれば涅槃岸への入場が許されるかもしれない。向こうも転がり込んできた金づるをむざむざ手放すほど商売ベタではない。一軍監督に会いたきゃまずは二軍で頭角を現せってことか。確かにハードルは高えな。それでその二軍用のカジノってのはどこにあるんだ？それがわからないのです。何？現地警察も頭を痛めているらしいのですが、カジノを開いているはずなのにその証拠を一向に抑えられていないらしいのです。どういうことだそりゃ。わかんねえけど、やるべきことははっきりしてるな。まずはそのどこにあるかわからねえ幻のカジノを探そうぜ。ま、そういうことだよね。だな。エイちゃん、おめえはどうする？私はここにいさせてもらっていいですか？その方が春日さんたちにお役に立てると思います。多分。ええ、構いません。わかった、何かありゃすぐに連絡してくれ。ねえ、なんだ？トミおう。
お？そう。そう。おい、てめえ。悪かったな。待てよ。ここだよな。ああ、間違いねえはずだ。くそ、一杯食わされたか。だが、合言葉と妙に噛み合う。
本場中国の焼き餃子だったな。確かに。じゃあとりあえず入ってみる？こりゃやっぱ外れかな。普通の中華だよ。ごめんなさいねお客さん、もうラストオーダー終わっちゃったの。また来てちょうだい。え、あのよ、俺ら本場中国の焼き餃子を食いに来たんだ。なんて？いや、本場中国の焼き餃子だって。間に合わねえかな。あちらのテーブルにどうぞ。これはどっちだ？わかんない。どっちにせよお腹空いちゃった。ダメでもここで何か食べていきましょう。それこそ本場中国の焼き餃子。中国では水餃子が一般的で、焼き餃子はほとんど食べられてない。あ、だからこんな合言葉なんだ。桐生さん博学。昔からクイズの類には縁があってな。しかし注文も聞きに来ねえな。こっちから呼ばねえとダメか。あの、すんません。ずいぶんでっけえ音だな。カムフラージュしてるのか。それにおそらくここだけじゃなく場所も候補がいくつかある。警察も手を焼くわけだ。Pardon the delay. Please enjoy yourselves tonight.
はあ、キリュウさん。春日。違う。おい。すんませんでした。おう。え？おう。本日はようこそお越しくださいました。私こちらの支配人を務めさせていただいております。本日のお客様には幸運の女神がついておいでだ。羨ましい限りです。へへへ、ありがとよ。ハワイにはご観光で？ま、観光半分仕事半分ってとこかな。それはそれは。なあ支配人さんよ、楽しませちゃもらってるが、正直ここはちょいと物足りねえな。と申されますと？ギャンブルってのはこんなしけたチップを取ったり取られたりで楽しむもんじゃねえだろ。いやさ、噂に聞いてるんだよ、涅槃技師のこと。金はあるんだよ金は。でもうちの会社はまだまだ業界じゃ新参でな、あそこに行けるようなつては持ってねえんだよ。おかしな話だとは思わねえか。身を焦がす勝負に挑む権利は年季で手にするものなのか。申し訳ありません。あそこにはここ以上の審査基準が設けられておりまして、私の一存ではご案内申し上げることはかなわないのです。おい支配人さんよ、そんな釣れないことを言うもんじゃねえ。
こっちはあんたが頼りなんだ。頼むぜ。残念ながら。ここで行き詰まりかよ。支配人さん、涅槃岸には富士宮もお世話になってるはずですけど。あなたは？申し遅れました。私、日本の富士宮家の長女、千歳と申します。この人、私の連れなんです。私の連れとしてなら、この方たちも一緒に涅槃岸へ案内してもらえるのではありませんか？ちーちゃん、おい、そんなこと言って実家に連絡行ったらどうすんだよ。一緒に家でしてくれるんでしょ？私だってね、本気で茜さんを助けたいの。それに私だってかっこいいとこ見せたいしね。さあ、いかがですか支配人さん。本部に確認を取ってもらえれば、私が本人だということはわかると思いますよ。少々お待ちください。いいのか。おそらく実家にも確認が行くぞ。これでちょっとは信用してもらえた？ああ、大したやつだ。カッコつけやがって。カッコよかったでしょ。お待たせいたしました。本部の確認が取れました。それで？大変失礼いたしました。富士宮千歳様、涅槃岸へご案内いたします。そう、ありがとう。さてと、本当へ一歩近づけたね。一歩どころじゃねえ、もう手を伸ばしゃ届く距離だ。ありがとな、ちーちゃん。素直でよろしい。で、どうする？早速乗り込むのか？そうしたいところだが、春日は本当たちに追われる立場だからな。涅槃岸に自分から乗り込むのは飛んで火にいる夏の虫ですか。確かに。春日、お前は後方支援に回ってもらう。後方支援って何ですか？俺、頭使う感じのはどちらかというと苦手で。涅槃岸のそばで俺らの様子を見てくれりゃいい。これから乗り込む先は岩城の本丸にある裏カジノだ。いざって時に外から脱出ルートを確保するんだ。花輪に行って大道寺の通信機器を一式揃えてもらう。へえ、通信機材。ちょっと面白そうじゃないですか。ちょっと。ありがとう。ううん。Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. Uy-yoh.
儲けてやがんな。見えてるか。バッチリです。さすが大道寺一派。マジで007みてえだ。これから建物に入る。電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください、桐生さん。みんなも伝えとくよ。よし、早速入るぞ。落ち着かねえなこの格好。俺靴下嫌いなんだよ。サンダルに履き替えて。何言ってんのよ、ジャケットしてよ。 Right this way, Miss Fujinomiya. Thank you. じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺は？俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。エレベーターに乗った。繋がってるか。ちょっと飛び飛びになりますけど大丈夫です。確かに第五地区とは比べ物になんねえセキュリティみたいだ。ですね。ちーちゃんに感謝だわ。Thank you for waiting. Floor 7.5. Good luck to you. あの扉の奥がカジノっすかね。ああ、問題はここからだ。してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超 VIP 向けだよ。見て。あれはビスケットっていうチップの一種。あれ1枚で1000万円くらいかな。 1000？ マジかよ。カスカ、見えてるか。はい、本当が接近しそうな人間は見当たりそうですか。バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、キリュウさん、どこを見てるんすか。お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ。余裕っすね。一通り見て回ったが、飛び抜けてバカ勝ちしてるような客はいないな。アジア系が大半だな。しかしまあ、みんな楽しそうな子って。ねえ、今ちょっと客同士の話が聞こえたんだけど、もうすぐオーナーが来るんだって。オーナー、
お目当てのワントーのことだな。そう、ワントー、ここには毎日顔を出しに来るみたい。もうすぐってどんくらいだよ。それはわからないけど。行ってるそばから来たよ。あれが。ようこそ涅槃騎士へ。いつもご実家にはお世話になっております、富士宮千歳様。それにカメラの向こうの春日一番さん、見えてますか？バレバレだったわけか。お気づきにはならなかったでしょうが、ここにいらっしゃるまでにありとあらゆるボディチェックはさせていただいたんですよ。小型の盗撮セットを検知するくらいわけはありません。何せここは世界中の VIP をお迎えする場ですから。 VIP を迎えるにしては随分と騒がしいところだな。ここのお客様方は当たり前の豪華さにはもう飽き飽きしているんです。ここへいらっしゃる方が満たしたいのは優越感なんですよ。ん？何のだ？アメリカという国に対してです。彼らが駆け出しの頃追いかけていた背中は大国アメリカでした。マッチョイズムと自由を謳歌する夢の国。そんなアメリカは常に憧れであり、しかし同時に劣等感を抱かせる存在だった。そのコンプレックスを払拭するために彼らは死に物狂いで働きました。しかしようやく彼らが成り上がった頃にはアメリカはすっかり様変わりしていた。多様性を重んじ、マッチョイズムを追放し、自由よりも気遣いを重んじる国になった。だからここでかつて憧れたアメリカを堪能するってわけか。はい、ここには彼らがかつて愛し心のどこかで憎んだアメリカの姿があります。お客様方にその思いの丈を存分に晴らしていただく、それが当カジノのコンセプトでして。あなた方もお遊びになればわかりますよ。あいにく興味ねえな。俺たちの目的はお前だ。それは光栄です。歓待いたしますよ。特に春日さんにはぜひお会いしたいと思っていたんです。お呼びいただけますか？来ちゃダメって伝えて。裏があるに決まってる。いや、裏も何も、奴は今まさに春日を脅してるんだ。来ないとこいつらを殺すぞってな。話が早くて助かります。だそうだ。聞こえたな。ええ、すぐに向かいます。いらしたようです。無事か、みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか、お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだ。こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。
アカネさんのことか。それはこっちも同じだ。結構ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。行ってみただけだよ。ああ行こうぜ。